どこだここ。こうやって行きたいの、帰りたいな。行け行け。みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。ここ最近 YouTube のおすすめにモンハンナプラス東京系が出てくるようになりました。都市住まいのマウンド動画ということで田舎民としてはご立腹です。また多くの田舎民が暗黒の街東京に遊びに行っているようで、その身を心配しています。今回東京がブームということで流れに乗るべく遠征してみることに。面倒見バレせずみんなが求めている地域に遠征しようと考え思いついた場所が、そう、富士山。田舎代表検証勢としてこれほど素晴らしい場所はありません。そんなわけで今回は富士山の周辺でモンハンナウはできるのか、こちらを検証していきます。駐車できるスペースをメインに確認していきます。まずは富士山の左上、本栖湖周辺。場所はこんな感じで周辺には何もありません。ここでモンハンナウを起動しています。この状態で縦方向は約 500m、 同じように横方向を最大にし大型モンスターの数を確認しています。その結果は23体、かなり少ない場所だと思います。表示された大型モンスターへのアクセスはほぼ全て可能と思われます。続いて少し南下し朝霧の道の駅、最初の場所からは5キロぐらいです。場所はこんな感じでかなり広いです。自分がここに立ち寄った際には駐車場が 70% 近く埋まっていました。ここでのモンハンナウの結果が34体。先ほどの場所と比べ明らかに多く、単純な地域差があるのは間違いないです。では東京と比べ数はどうなのか。某配信者に土下座して送っていただいた東京駅周辺です。数え間違いがなければ36体でした。ちなみに江戸川橋周辺は32体のようです。田舎の場合アクセスできないモンスターが多数出現するので一概に言えないですが、先ほどの道の駅はそこそこ多い結果と言えます。もちろんここ限定での話で周辺には何もありません。さらに南下してお次はここ鹿の看板。周辺に建物が何もないレベルの場所ですが、結果は20体でした。ちなみにアクセスできるのは10体程度で、草むらに入れば15体ぐらいはいけそうです。ちょうど県境の場所ですが、コンビニに薪が売っていました。遊びに来た際は買ってみてください。コンビニの周辺はそこそこモンスターが多く、合計38体、35体ぐらいはアクセスできるレベルです。さらに南下して持ち屋という場所では42体。ただし建物から裏の通りには出れなく、かなり遠回りをさせられます。実質的に借りるのは20体ぐらいです。さらに少し先のパーキングエリアでも出現数は25体と少なく、アクセスできるのは15体程度です。ここまでをまとめるとこんな感じです。モンスターにアクセスできない場所が多く、実際には半分からよくて3分の2程度でした。美味しかったです。爽やかの周辺は41体と多く、市街地なので全部アクセス可能です。美味しくいただき富士山周辺へ北上。この道は本当に何もなく、モンスターを確認したのはこの4箇所。左からただの道、子供の国、サファリパーク、浅間神社。ただの道はヘッドライトを消すとこんな感じで、人がまともに歩ける環境ではありません。大型のモンスター数は31体ですが、ほぼアクセスできず、実際には10体程度です。子供の国は観光地としては珍しく、24体しかいませんでした。さらに園内はアクセスができず、実際には5体程度しかアクセスができません。サファリパークはさらに少なく19体、アクセスできるのは5体程度です。リアルなモンスターたちがいるので挑んでみてはいかがでしょうか。浅間神社周辺は35体と多いですが、各道が遠く、行ったら戻ってくるだけということが多そうです。ここから北上していきます。下から順に御殿場マックスバリュー、須走インターチェンジ、山中湖村役場、山中湖、富士急ハイランドです。マックスバリュー周辺は34体で、道も多くアクセスしやすいです。少し東に行った御殿場は栄えており、かなりいい場所だと思われます。須走インターチェンジ付近は32体で、アクセスがしやすそうですが、
坂道が結構多く歩きにはきつそうです。山中湖は観光地ですが、モンスターが意外と少なく、役場周辺は24体、山中湖の橋では16体とここまでの最小です。富士急ハイランドの周辺は38体と多く、さらに道も多いため、今回の中では一番いい場所でした。ただし、土地柄なのか坂道がかなり多いです。以上が富士山周辺の結果でした。個人的な感想ですが、この辺は問題なくプレイできると思います。そしてこの範囲は絶望的と言えます。田舎の中でもさらに厳しい地域、逆に田舎でもできる場所はありそうです。特に道が1本しかないエリアはほぼ無理で、細かい道が多く交差点が多いエリアでは行けそうな気がします。個人的な地域ランキングはこんな感じです。プラス要素がない場合には2つぐらいランクが落ちるイメージ。皆さんのお住まいの場所のランクをぜひコメントで教えてください。